クンビアは南米コロンビアの沿岸地方に伝統的に伝わるリズムと部曲のこと。山岳地帯の音楽バンブーこと、並びコロンビアを代表する音楽とされる。この部曲が生まれた場所については、諸説あるが、一般的には、デプレシオン、モンポシーナと総称されるマグダレナ川の下流域と、セサル川などその支流域とされ、現在の行政区分で言うと、エル・バンコ、モンポス、 チミチャグアなどがその中心になる。この地は同時に先住民の言葉でポタブイと呼ばれる地域と重なる。ただし、コロンビア大衆文化に関するアフロ系女性、研究者のセンクデリア・サパタはより海岸地方との説を唱えている。この音楽が生まれた時期については漠然と19世紀とされることがある。ただ、コロンビアでラジオ放送が始まったのは1929年。 初めて、クンビアが録音されたのは1950年とされているので、発祥の時期といい、場所といい、複製メディアに記録される前となり、正確に確認することは不可能である。クンビアという語の語源については、円を意味するアフリカントゥー系の言葉、クンベに由来されると説明される。ただし、クンビアがアフロ系の部局を指していたことは確かであっても、それが、 具体的にどのような特徴を持つ音楽ジャンルを指していたのか、ポロ、ガイタなどの禁煙の他のジャンルとどう区別されていたのかもよくわかっていない。一部のコロンビアの文献には、クンビアは、ポロ、ガイタ、ブジェレンゲ、バジェナートの4つのリズムなど、多くのコスタの音楽の母体になったという記述がある。ただし、ホセマリア・エミルト・デリマが、コロンビア大西洋岸地方の音楽が複製メディアに、 記録される前である1942年に発表したコロンビア大衆音楽研究の古典、フォークロア・コロンビアーノでは、クンビアンバ、ポロ、チチャマヤ、プーヤ、マパレー、メレンゲ、ガイタさらに現在太平洋岩の音楽とされている、クルラオが大西洋岩の音楽として紹介されているが、クンビアの名前はない。いずれにせよ、この地に奴隷として連れてこられたアフロ系の人々が、 重要なコンセプトや出来事など自らのエスニックグループの記憶を歌とダンスによってメンバー間で共有し次世代に伝えようとした営みがあり、それにこの地域で育まれていた死ぬ文化に属する先住民伝統の楽器やメロディが加わったのがクンビアの始まりであるというのは確かなようである。そうした起源はこのジャンルに宗教的、 精神的なテーマや典礼を取り上げたものが多いこと、アフロ系のコミュニティの宗教儀式に起源を持つとされる、ろうそくを持ってすり足で踊るダンスに今も見ることができる。ジャマドールタンボーラリズムと楽器編成についても記述する。クンビアのリズムは4分の2拍子が基本である。使われる楽器は以下の通り、1950年代から1960年代にかけて、 ポピュラー音楽家が一気に進み、さらにコロンビア国外でも知られるようになったが、それらのレパートリーの中には、クンビアというラベルにもかかわらず、音楽的にはむしろ、ポロとした方が適切なものが多数ある。1981年に有名になった曲、クンビアの曲、ラコレギアラ、ラコレヒアーラは、ミリオンセラーとなり、長く愛されている。ロドルフ・ホワイトゥープ家の演奏。 歌唱で世界中で放映された。コロンビアをはじめ南米のコーヒーをイメージさせ、この曲を収録した CD が土産店に並んでいるほどである。ズンはダンスエクササイズなどでも取り上げられてリバイバルしている。ありがとうございます。